というわけで今回はこのフィリップ・モリスのライトをブルー、フィリップ・モリスのブルーをしていきます。ライトじゃなくてブルーなんだね。実はこのフィリップ・モリスつい最近、発売したものでしてね、2月の本当に中旬あたりに出たばっかだからまだ全然新しい銘柄、銘柄自体はあのね、なんて言うんだ、フィリップ・モリスっていうタバコは昔あったんだよ。昔っていうほど昔でもないけど 3,4 年ぐらいまであって、フィリップ・モリス・ジャパンっていうところが確か出してたのかな。でラークっていうタバコの銘柄があって、そのラークと前に売ってたフィリップ・モリスはあの会社が一緒だから統合されたんだよ。ラーク、あのなんだ、ラークに吸収された形だね。フィリップ・モリスがラークに吸収されてまとめてラークになった感じだから、フィリップ・モリスっていう銘柄が実質なくなったんだけど、この度待望の復活というか、まあタバコ自体がは変わったんだけど、まあ、名前としてフィリップ・モリスが帰ってきたということで、僕はちょっとおおってなった、なりましたね。ちょっと興奮した、興奮したというかちょっと盛り上がった、勝手に一人で。フィリップ・モリスブルーの、タールが 10mg、ニコチンは 0.7mg だね。フィリップ・モリスのレッドとこのブルーとシルバーがあったのかな、あとなんかミントみたいなやつとメンソールみたいなやつの計5個、5つの種類で展開されてる銘柄なんだけど、そのうちのブルーがこれだね。レッドが確か 14mm で、これが 10mm で、シルバーが6ミリとかかな。メンソールは見なかったな。お値段も控えめで380円という比較的安い値段で買えるという手の出しやすいタバコだね。ラークが今450円ぐらいするから、まあ普通にそれより安価でいただけるということで買ってみましたね。味はでも安めで吸える割にはそこまで癖がなく、なんて言うんだろうな、なんかすっきりした味わいというか、前に動画で紹介したキャメルシガーっていうのも、まあ安価の安価帯のタバコで、あれは結構癖のある味だったんだけど、これはそうでもなくてね、なんだろうな、なんか食べ物であった気がする。でもなんか普通のノーマルのメンソールじゃないタイプなんだけど、若干ミント的な味わいが入ってるような感覚がある。でもスースーするわけじゃなくて、まあ言い方あれだけど、そんな爽やかなわけではなくて、メンソールそこまで好みじゃないっていうタイプでも、まあ俺とか
そういうタイプなんだけど、それでも全然吸えるようなすっきりした味わいだね。安い割に美味しいなって全然思うな。パッケージがまたね結構可愛いんだよね。なんかおじさんのロゴがね、フィリップモリスなのかな、この方は。フィリップモリスが人名なのかよく分かってないんだけど、おじさんのイラストがかたどられて、シンプルな青を基調としたデザインで、パッケージも可愛いし、全然買いだなって感じ。俺はまだね発売したばっかで、多分吸ってる人も少ないと思うから、穴場タバコに穴場とか全然ないんだけど穴場っちゃ穴場なんて言うんだろうね。まあ手出してみるのもありなんじゃないかなって思うね。全然ってさっきからずっと言ってるけど、全然の使い方合ってねえな。うん、そういう感じかな。まあぜひこっから手出してみるのもありなんじゃないかな。